はい、それではペーパーマリオ RPG リメイク版のやつを続きやっていきましょう。ここのチビヨッシーって緑色、自分のデータが反映されてたりするんでしょうかね。とりあえずやっていきましょう。さ、ということで続きですね。続きなんだけど、ちょっと時間空くと何やるんだったか忘れてしまったな。そういう時はこれで。とにかくチャンピオンを目指しましょう。これでいいのか。なんというか、一旦この話があるからこれをやりましょうみたいなのがないってことでいいんだよな。それをちょっと忘れちゃったんだけど。まあ引き続き行きましょう。たまにはエキシビジョンマッチとかやってもいいのかもしれないけどね。試合の登録だね。ランキング3位の、お、トリプルブロス。バトルについてだか、スペシャル技を使わないように出たな。なんか印象はゴリゴリだ。だったらカットできるようにしてくれよ。そういう問題ではなく。トリプルブロスね、こいつかな？こいつもいるのかもしれませんね。試合の時間です。鳥の子、こいつらが2位だったから、1位のゴールドフォークまであとちょっとって感じですね。なんか1位になったら、チャンピオンと戦えるみたいなイメージあるけど、1位がチャンピオンだよな、よく考えたら。ということで、あと少し。おう！てか、ブロスタッチ。色合いが違いますね。ミラクルトライアングル、トリプルブロスとのバトルだ。さあ、外をつけちゃおうよ。天国のじいちゃんの何か来て、ゴンザレスを倒すだす。天国のじいちゃんね。じいちゃんは何ブロスだったんだろうな。やっぱりハンマーブロスのおじいちゃんはハンマーブロスなのか。別のブロスの孫が別のブロスになる可能性もあるのかな。じゃ、とりあえず、話を聞いておこう。ん？てか回復しないやんけ。すっかり忘れていたな。イベントの続きだからって言ってちょっと甘かったか。ハンマーブロス。おなじみのハンマー使い。HP7。あれ、マリオストーリーの時から7だっけ？なんかちょっと弱くなってね。ここまでやばいと思うのか、ハンマーを連続して投げてくるわよ。これが怖いんだよな。昔と変わらず強いから気を引き締めていくのよ。ところでハンマーボロスってハンマーを投げまくるけど、持ってるハンマーがなくなることはないのかしら。それはマイルと同じで、謎の力で復活するんじゃないのか。一旦回転ハンマーで地は削りしよっかな。ぐる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 。来なさいよ。ちょっと怖いけど。やん。うわ、あらべべ、早いね、お前。早いね、お前。危ねえ。びっくりさせんじゃないよ。確かにこれは、ランキング2位の実力者と言っても過言ではないな。こいつらじゃ、鋼鉄ウォリアーズ倒せないと思うけどな。ハンマーボルスの仲間で、口からファイアボールを入ってくる。さて、HP は7。でも、ファイアボルスってあんまり見かけないよな。なんか、ファイアマリオに食って取られてしまってるというか、キャラ被ってるよね、みたいな感じで、なかなか出番を奪われてる感じがある。星に火がついてしまうことがある。自分の HP が少なくなると、さらに攻撃が激しくなる。迷惑な奴だぜ。ビンゴチャーンス！間違えとる！なんで毎回これで押しちゃうんだろうな。なんでやろな。とりあえずハンマーブロスを先に潰しますかね。貫いていくよ。ガツンでもよかったんですが。演出が長いのはゴリゴリやっていってるけど、アクロバットは OK なんだろうか。うん、ピンチになっちゃった。ごめんな、クリスチーヌ。そろそろやばいかもしれないけど。許せ。ニューン。ブーメランブロス。ハンマーブロスの仲間で、ブーメランを投げてくる。ただ HP7、攻撃力2、暴力1。でも全体攻撃だからか若干弱いよな。来るときと戻るときに2回攻撃してくる。そうか、それがあったな。だから威力低めなんだね。自分の HP が少なくなると2回連続でブーメランを投げてくる。迷惑な野郎だ。スペシャル技は使うのはだけど、回復アイテム扱っていいんだよな。アイテムって、味方と全体回復してくれるやつもあったよな、確か。覚えてませんが。クリスチーヌ回復してあげた方がいいよな。マリオも回復したいところだけど。今、山本に立っているのはクリスチーヌだからな。頼むよ。俺かよ、びっくりさせんじゃねえ。あっぶねえ。なんだよ、このタイミングになって急にマリオ狙ってくるんかい。恐ろしい奴らだな。まあ、とりあえず数は減らさないといけないけど、手前からだよな。毎回失敗してるんだけど、もう。何やってんの、俺。貫いちゃおう。ガツンでもよかったんだけど。てか、これ、一回ガード失敗したら次、負けるんじゃない？シャレになってないよ。
あっぶねえ。二人とも大変なことになってるよ。クリッシーヌが危険です。クリッシーヌの連続ジャンプ一回もなんか成功してないんだけど。やばすぎでしょ、これ。とどめだ。最後は普通のハンマーで決めてやるぜ。演出は短めにいくからね。やったぜ。普通に敵として強かったな。でもこのランキングの強さ基準が完全にマリオを基準にしてるのは面白いけどな。すげえ顔してる。大したことないわね。そうかな。結構危なかったよ。油断大敵とはこのことか。まあ、物知りで3ターン無視してこれだからな。そこまで大変ではなかったのかもしれないけどな、逆に言うと。おお、でもファイナルまでめっちゃくれる。金持ってんな。なるほど。ブロスケイトたちは自分たちの武器これで磨いてるんだろうな。受験をクリアしたのでランクが上がりました。これで失礼。まあ、こういうところでファイトマネーを稼ぐなりして、お金を稼げるブロスとそうでないブロスで、能力に差が出るとかはありそうだね。相変わらず不気味な曲だぜ。この着メロに勝手に設定したやつ誰なんだよ、本当に。これは最終警告だ。これ以上サーソンのことを借り回るのはやめるのだ。マリオめっちゃうなずいてる。なるほど。あなたが言いたいのはそういうことなんですね。まあ、守る気はないけどな。みたいな感じかな。さもなくばお前も行方不明者と同じ運命を辿ることになるだろう。こいつカタカナ使ってないやつだ。このメールの送り主。スターソンや行方が分からなくなった選手たちのことを知っているということは、この事件の鍵を握る人物に違いないわ。一体誰なのかしら。怪しい人物が多すぎるわ。全くもってね。まあ、この、ね、行方不明者についての話をしていたのは、キノシコアとガンスだったけど、あの二人以外にもね、なんか、七不思議だって言って、この通り上の秘密を知ってそうな、他のね、やつもいましたし、もしかしたら選手の中にね、この事情を知っている犯人がいるかもしれないよね。などなど考えると、いろいろと思うところありますが、今はとにかくランキングマッチ。とか別にチャンピオンを目指しちゃいけないとか言われてないからな。別にこのままやっていけばいいんじゃないのかなって感じはするよね。あれ？バーストワンは？アイテムについ、アイテムを使わないように。物に頼るなんてストロングではない、そうだろ？え、さっき使っちゃったんだけど。頑張ってバトルしてくれたまえ。でもアイテム使わなくてもいいけど、アイテムは使わなくても、あれ？スペシャル技は使っていいんだよな。まあその辺余裕あるよね。あなたに差し入れが届いていました。とりあえずここに置いておきますが、食べるなり捨てるなりあなたの好きにしなさい。あ、ここだったか。このタイミングがダメだったんね。これがね、食べられないんだよね、確か。私もぬかりなくトレーニングに達成しよう。どうした？急にどうした？おう、そしてここで来るのね。ゴンザレス選手、試合の時間です。まあ、このケーキを食べると、何が起こるかなっていう感じなんですが、食べないでいいよ。でもガードマンも気利かしてくれればいいのにな。おや、ゴンザレス選手、あなたに届いたという差し入れがあったはずが、このケーキは食べなくてもいいのかぐらいの。まあ、言わないということはやっぱり、あれなんでしょうね。この連れてくることだけが仕事だからそれ以外は頼まれてないんでしょうね。恐怖の赤い鉄球、バーストワンワンとのバトルだ。さあ、やっつけちゃおうよ。ということはこれ1位のチャンピオン別なんか。レッツ、ファイトー。ぐわー。こいつら強いよな。あ、デカデカドリンク持ってやがるこいつ。やばくない？これやばくない？アイテム使うのだよな。向こうは使ってきそうなんだけど、これ。勘弁してくれ。スペシャル技で強制的に倒すか ?6! ちょうど6じゃん。最大 HP は6で、攻撃力は5、防御力は3。攻撃力が高いからさっさと倒さないと危険だわ。とはいっても防御力も結構高いわね。HP は少なめだから、アイテムやスペシャル技でガツンとやっつけてしまうのがいいと思うわ。あの赤色は誰かに無理やりペンキを塗られたとかそうでないとか、そうなの。無理やり塗られたにしては綺麗に塗られてない。意外と途中で諦めて、いいよ、どうせ塗るんだったら綺麗に塗ってくれよみたいな感じでおとなしく塗られていたのか。じゃあもう少し塗りムラがあると思うんだけど。それとも塗ったやつがとてもつもない職人だったのか。気になりますね。じゃあ、でっかくどっかにしちゃいましょう。アイテムを使うなとは言われたが、スペシャル技を使うなとは言われていないからな。ガンさんもそのうち、ハンマーだけで戦いとか、芝居プレイみたいなこと言ってきそうだけどな。お前、アイテム使ったら面白くないからって言ったじゃん。スペシャル技使うのは違くない？みたいな。もうしょうがないからお前ジャンプだけね。ジャンプ以外で戦ったら、もう降格だから。わかった？みたいなこと。普通に言ってきそうな感じではある。でも知ってこっちゃないね。だって向こうがデカデカ、ドリンクワンワンとか使ってきたらもうこっち大変な目に遭うもん。じゃじゃん。
これで勝つしかないじゃない。もうすぐレベル上がりそうですね。ハートポイントはまだ増やさなくていいかな。大したことないわね。体力を増やして出直してきな。高鉄ウォリアーズだったら、こんな、的確特感なんて受けずに済んだのにな。で、左下になんか暴れてる奴がいますね。わきまね24コイン。チョロロロロン。ランキングは2位に上がったぞ。条件をクリアしたのでランクが上がりました。私はこれで失礼します。ではごきげんよう。後ろの奴には触れなくていいのか。てか、この部屋に入ってきた瞬間に目に入ると思うんだけど、その話しないでファイトマネーの、で、受け渡ししてる時点でなんかクリスティーヌやマリオたちもちょっとおかしいけどな。ところであれ。気になるよね。ううあのケーキを食べたら体が痺れて。あのケーキには毒が入っていたのね。うっかり食べていたら大変だったとはね。そう、これがあるということだけは覚えていたんだけど、1回目はセーフだったってことは覚えてなかったわ。1回目セーフなケーキなんてあったっけ？なんかより騙しやすくするためにブラフを入れたのか。とか考えてしまいますが、まあ、たまたま両方とも回避したということで、続きやっていきましょう。ランキング一応見ましょうか。あーん、やっぱり1位ゴールドフォークだったんだね。その辺覚えてませんでしたか。おー、このちょっと目つき悪いワンワン可愛いな。可愛いんだけどなんかだいぶイメージと変わるな。よし、じゃあ、鳥の子エースと戦っていきましょう。負ける気がしないね。いやー、ゴンザレス君試合の登録だね。次の相手では、ランキング1位の鳥の子エースと戦ってもらおう。20ポイント以上ダメージを受ける前に相手を倒すように。これむずいんだよな。傷らきのスターなんて観客が求めていないので、わかるかね。頑張ってバトルしてくれたまえ。鋼鉄ウォーリアーズとかに頼んだ方がいいと思うんだけどな。ダメージを食らわずにクリアしろ。任せたまえよ。ゴンザレス選手、試合の時間です。続いていきなさい。ダメージを受けずに戦いって言われた時だけ鋼鉄ウォーリアーズとタッグ組んでみたいけどな。そしたら、お願い鋼鉄ウォーリアーズ俺の代わりに全部攻撃受けてってやったら、絶対ノーダメージできるやん。あれだからこいつ一体だけなのか。さあ今度のバトルは地獄から来た初芸人グレートゴンザレスと、カミソリファイター鳥の子エースとのバトルだ。なんか名前ダサくない？めっちゃ初期からいるやつだから、このガンスさんのネーミングセンスが、冴え渡る前にこの名前付けられてそのままみたいな、そういう感じだったりする？この昔からのベテランの方が名前がダサいみたいな、ちょっとありそうだよね。強いのはお前か私か。ここで白黒をはっきりさせよう。まあ、同じ一部リーグのね、控室で、共に磨き合った仲だからな。まあ、そんなに長いこといなかったけど、ここで決着をつけようじゃないか。20ポイント以上受け入れる前に相手を倒せ。合計20ポイントだからな。知らない間に稼いでしまいそうでちょっと怖いけど。マリオ単独で言えば20ポイントも食らったらもう終わっちゃうからな。攻撃力 5!HP 以上もあんのこいつ。なんだか強そうな雰囲気が漂っているわ。最大 HP は25、攻撃力は5、防御力は2。力を貯めたその次の攻撃は大ダメージが来るからなんとかしのいでね。なんとかしのいでねじゃわからんよ。なんだかあの赤い目が強さを物語っているような気がするわ。ただの寝不足だったりして。充血した目が光ってるってそれはそれで怖いけどな。時間よ止まれを使ったらなんとかなるとかあるかな。パワーブロックじゃないからこれひっくり返せないかな。一旦貫いてみようか。とりあえずダメージを最大限通すんだったら、この辺のアクションをしっかり活用していかないとだね。来るのか？来るのか？もう4ダメージ。あと16ポイントです。そう考えるとやばくない？そう考えるとやばくない？鳥あるから食いしんの頭突きできないんだよな。フライ？フライかクラウダか。クラウダさんな、なんか、パッと見、回避とかしてくれそうな見た目してるんだけど、実はしないからな。で、防御力高いからこの辺の子たちだと攻撃通らねえよな。飲み込みでフライでなんとかするか？なんとかできんのか？フライ、お前になんとかできるのか？そこは俺に聞かれてもって感じなんでしょうけど。てんてけてん。頑張るよ。ん？うわぁ！プラス5ってやばくない？これは嫌な予感がしますわ。他に敵がいないけど大丈夫なんだろうか。5ダメージ入ったわ。飲み込みくっそ強えわ。ありがとう。ありがとう飲み込み。君がいなかったらこの場は大変なことになっていた。みんな盛り上がってるね。来いよ。来なさいよ。
うっさん、お前これで長いこと1位の座を君臨してきたな。逃げまーす。どうせ達成しても勝てないもん。でもこれでランキング下がらないよな。やってくれやがるな、こいつも。またの挑戦を待っているぞ。こいつ絶対ガンスと繋がってるよ。私が一旦で20ダメージ与える攻撃をするから、お前は20ダメージ以上食らうなという条件を達成しろみたいな。てか逃げてももらえるんだな、これ。ランクは2位のまま変わりません。これで下がらないからな。余裕はあるんだけど。でも、次は負けない。なぜなら、最初から物知りがあるからね。いや、にしてもひでえ目にあったな、こいつ。瞑想の邪魔を忘れてない。お前に変わってるほど私は暇ではないな。くぅ、私に負けたお前なんかが、私と会話できると思うなよってか。おのれ、絶対に殺してやる。物騒ですよ。絶対に倒して差し上げるからな。ぶっ飛ばして差し上げますわ。アイテム使ったるかな。トリオガードってこの時点で持ってないよな。持ってたらもっとボコボコにしてたもんな。残念だよ。私非常に残念だよ。ちょっと一旦エキシビジョンマッチにして、あれを回復します。スターパワーを回復します。初めて出場、出場する選手にはルールの説明をさせていただきます。好きな選手を選んで試合を組むことができます。試合ではランキングは変わりません。ボスの命令もありません。おう、ないんだ。それ以外はランキングマッチと同じです。ファイトマネーももらうことができます。ランキングを上げることで、キシビョンマッチの相手はどんどん増えていきます。説明は以上。もう一度聞きたい場合はルール確認から。なるほどね。好きに選べますか。え、ヒンヤハニヤなんているやん。こいつ見たことない。え、エキシビオンマッチそのものもあんまり見覚えないんだけど、こいつらとも戦えるんだ。面白いね。面白いけど。まあ何回でもフラワーポイントを回復できるから、この辺のやつと戦いまくって、行きましょうかね。ガードマンが迎えに行きますので、控え室でお待ちください。ところでお前もう無事なの？この世界の頂点に立つって一体どんな気分なんだろうな。この世界の頂点ではないんだよな。まあ闘技場というこの世界の頂点には立てるのかもしれないけど。試合の時間です。行ったろやないの。準備いいよ。バースワンワンとひたすら戦いまくって、ホワイトマネーと経験値を貯めまくれば誰でも勝てるみたいな感じになったりするかな。とか20ポイント以上っていう条件を改善してくれれば全然やれると思うんだけどな。飲み込みの基本攻撃力が5っていうのが強すぎるような。貫いたろ。やったぜ、スーパーガード初めて決まったぜ。ワンワン相手に決められると思ってなかったからちょっと感動してます。これで足りるよな。さあポイント16。めっちゃもらっちゃった。こんなにもらっちゃっていいんだろうか。ウィナーゴンザレス、たまみなってんだ。これでファイトマネーもらえるのか。めっちゃいいな。あれ？でも少ねえ。一回勝った相手だから安いのか。もっとくれよ。24コインくれる相手だと思って期待してたのにろ。私は残念だよ。まあいいや。じゃあもう一回回復して。こんだけのスターパワーがあれば、時間よ止まれとか、でっかく特感使えると思いますんで、鳥の声つリベンジ行きましょう。もう物知りはしてありますしね。ランキングマッチ行きましょう。釣りは負けねえ。二度と負けねえから。ん？必ずスペシャル技を1回以上使うようにいいんですか逆に。見せ場が1回は欲しいだろう。頑張ってバトルしてくれたまえ。なんだ。20ダメージ以上じゃなければもう楽勝だよ。ゴンザレス選手、試合の時間です。行ったろやないの。てか、後ろに対戦相手もいるんだから一緒に連れてってくれよって感じするけどな。別のガードマンが別の時間帯に連れて行ってくれるんでしょうね。それでは行きましょう。鳥の子エースリベンジ。こいつ1体で10ダメージ。マリオ、味方同時に叩き出すっていけすねえよな。うわぁ！行ってやろうぜ。時間を止まる際があれば、お前なんて敵じゃなかったんだ。それを思い知らせてやるぜ。もっと爆弾をでかくするんだよー。でかくするんだよー。てか全然敵のところ変わらなかったよねー。嘘でしょ。使
ったのに、使ったのにこれなのか。許せねえよ。せっかく使ったのに。来ちゃったよ、これ。攻撃力アップしちゃったよ、もう。どうする？こいつどうする？凍らせられるかな？試しに使ってみる？これで凍ってくれたらもう良くない？凍れー。あ、やったー。でも、キラキラ光ったまま凍ってる。氷が溶けた瞬間、覚えてるよ、みたいな感じ。エンジェクティーン。怖いわ。氷溶ける前に決着つけないと、これ。マリアさん、頑張ってください。あと5ダメージと7でしょ？絶妙に足らなくないか。何？お！お前、ロイヤルゼリーくれんの？すげえもん持ってんな。とんでもねえ野郎だぜ。ありがたく使わせてもらうね。ほら、氷も貫通しろ。氷も鎧も貫通してダメージを与えていくぜ。飲み込んだら。フラワーポイントは絶妙に足りているぞ。あ、氷が溶けた瞬間は行動できんだろ。行動できん。よし。あれ？微妙に足りてないんだけど。大丈夫？大丈夫なのかこれ。ちょっと待ってな。こういう時に大事なのが物知り確認ですね。鳥の声さ、防御力2なので、ハンマーで攻撃すると、4ダメージ引く2ダメージで、ちょうど2ダメージ入るので、足りますね。貫き殴りじゃなくてもいける。だからここは普通のハンマーで OK というわけだ。行くぜ！あらー！やったぜ！やっぱ条件が厳しいときついんだよね。条件リセマルがこれのゲームの勝利条件と言っても過言ではないね。なんとかなりました。あれってか今気づいたけど、よく見たら、プニプニ族が普通に会場にいるんだな。まあ平和になったからこういうところにも来られるようになったんだな。じゃあ、バッチポイントを増やしますね。もっといっぱいバッチつけようや。バッチでマリオをカスタムしまくろうや。よっしゃ。さあ、パワーも回復。次はゴールドフォーク戦だと思いますんで。ここで準備しておいて、大正解って感じになるんじゃないかな。ウィナー、グレートコンダルスー。うん、つまみ乗ってんだ。楽勝でしたね。アイテムはね、30コイン。めっちゃ嬉しいよ。常にこれだけもらえるんだったらな、何回でもやるんだけどな。夜中そんな甘くないってな。私はこれで失礼。ごきげんよう。カチャ。さあ、いよいよもうあとはチャンピオンに挑戦するだけというところまで来て。やっぱ来るんだよな、メールが。まだメールだ。今度はなんだ？頻繁に来るんだよな、もう。いっぺんに送ってくんねえかな。ロビーに貼られているグレートゴンザレスのポスターを剥がせ。指示がなんか遠回りなんだよな。今度は X からだ。ICT のスターソンに近づく手がかりはこれしかないもんな。ロビーに貼られているグレートゴンザレスのポスターを剥がせ。ロビーへ行こうぜ。ちゃんとひらがなに変換してくれてとてもありがたい限りです。では、クリスチンと一緒に行きましょう。もう一度私と戦うことがあるなら今度こそ私が勝つ。麻雀漫画でこういうことを言うやついなかったっけ？ともかく行きましょう。エントランスにいるんだよね。とりあえずは向かうよ。よいしょ。おお、てかよく見たら、グレートゴンザレス一色じゃねえか。いや、どうも、ランキング1だけど、なんか俺に質問ある。グレートゴンザレス選手、今の身長を動物の鳴き声に例えるとどんな感じか聞かせてください。待ってくれ待ってくれ、ゴンザレスさんの写真いっぱい撮らせてくれよという感じです。調子のいい奴らめ。まったく、もう少し敬ってくれ。敬うというか、この、なんか、名もない選手なんて言ってごめんなさいぐらいのことは言ってほしかったね。ポスターを剥がせ。俺に有名人なんて肩書きはいらねえ。ポスターはすべて、剥がしてしまうのさ。これはこれでなんかニュースになりそうだけどな。グレートゴンザレス選手、自らのポスターを、あたり一面散らかしまくるみたいな。てかめっちゃ剥がしてんのにないぞ。これか？最後の最後まで残るパターン。あれ？全部剥がしましたよね。ロビーだよね。これじゃないのかい？どういうことなんだい？全部剥がしたと思うんだけど。どっかになんか、隠しパネルとかあったっけ？ロビー。あ？ここじゃないのか？クリスチン、教えてくれ。あ、それともあれか？ 2 階にあるのか？
美味しいのに聞いてみようか。ん？ロビーのマリオちゃんのパスタを剥がすなんてもったいない気もするけど、とりあえずやってみましょう。ここはクラダさんが言ってくれるんだ。はい、なるほどね。私に任せればやれるわよってことを言ってくれるんだね。ありました。てか2回もカメラマンいたんだ。俺はフリーのカメラマン。ゴールドフォークはトイレに入るとなかなか出てこないんだ。そういうところを撮ってるのはちょっと、あれだと思いますけど。チャンピオンなのに試合前は緊張してトイレが長い。みたいなスクープを狙ってるんだ。それはお前の捏造やろ。トイレが長いイコール緊張しているという情報は、記者が勝手につけたあれだから。周りの人間が鵜呑みにならない、鵜呑みしないうちに、やめておいた方がいいと思います。ゴールドフォークから名誉毀損で訴えられても知らんぞ。お、やっと出たーん。これだったか。倉庫の鍵をゲット。トイレ上の倉庫にある扉を開けるのに必要な鍵。なん？またですか。クラダさん一瞬読もう。倉庫の2階にある扉を開け、X より。倉庫の2階。前に1回行ったけどね。それでしょうね。今度は倉庫の2階にある扉を開けですって。ですって。非常にシンプルでした。じゃあ向かいましょう。最初に1回倉庫行った時にな。なんというかもう1回、行く手間を省いてくれたらよかったのにね。もう最初からその時の倉庫の扉開けといてくれればよかったのに。ここまで来られるとは思っていなかった的な感じなんでしょうかね。でもそうすると、ここまで来たね、グレートゴンザレス以外の戦士が、あれ、同じようなことを辿っていた可能性もあったというわけなのか？発見。というか、なんていうかね、この、1位に到達した選手にお願いすればよかったんじゃないのか。トリエンドコエースにこれを頼むわけにはいかなかったのかな。倉庫の借りでー、ガチャガチャチャン。行っちゃいましょう。トリエンドコエースでは、足らないということなんだろうか。調べてもらおう。ここは倉庫ね、木箱はたくさん置かれているわ。あまり使われていないみたい。よく見ると結構埃が溜まっているもの。そんなに埃溜まってるようには見えないけど。クリスチーヌからするとめっちゃ埃溜まっているらしい。さあ、到着しましたが、またでかい木箱がある。でかい木箱があったら壊すしかないよね。ぐる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 。わお。一体何よこれ。プロッツ、マイケルも。かろうじて息はある。マイケル？マイケル、マイケルはもしかして死んでんのか？よ、ゴンザレス。いか、誰もいないリングには近づくな。ガク。こうして都市伝説は吹いていったんだな。ちょっとプラッツ、リングに近づくなって一体どういうことなの？おりろ、あれ。おりろ。これマイケルは本当に死んでんのか？いや、大丈夫だったよな。そんな恐ろしい穴、びっくりした。マイケル見た？今の木の思考は。一体何がどうなっているのかしら。見られてしまったからには仕方がない。まずは消す必要があるな。これ乗れなかったっけ？弓より乗れなさそうで。あ、乗れた。え、ここになんかあるんじゃないの？めっちゃなんかありそうなのに。何もなかったわ。期待させやがってよ。仕方がねえ。木の彦君に話を聞きに行くしかないな。木の思考はにはどう会いに行ったらいいんだろうな。木の思考に話をしたいんだが、ここはチャンピオンの控室だ。チャンピオンじゃしょうがないな。こことかは一部リーグの控室だが、自分の控室以外は入ってはならん。ん？一部リーグの選手の控室だが、自分の控室以外は入ってはならん。あれ？開けてくれないの？ここ一部リーグ、俺一部リーグじゃなかったっけ？困っちゃうな。二部リーグの選手の控室。自分の控室以外は入ってはならん。あ、それとも1部リーグの控室1、2みたいな感じで、こっちは2だからダメだよみたいな。まあ、要は1部リーグの1の控室しか使っちゃいけないよってことなのかな。そんな感じだったっけ。ここはガンさんの部屋だ。呼ばれていないものは入ってはならん。ダメか。え、木の彦はどこ行ったのよ。今私たちにできるのは試合を続けることだけかもしれないわ。そうなの？木の彦に話を通すわけにはいかないのか。仕方がないな。ねえ、聞いて。私がいろいろと探索をしていたら、木の思考が後ろからチラッと覗いていた。いやよね、あの人。そういう話をしてもしょうがないか。じゃあ、改めて回復をしてから、ランキングマッチやりますか。鳥の子エースに勝ったということは、チャンピオン来ると思いますけどね。試合登録です。もう行っちゃいましょうか。いや、ゴンザレス君、試合の登録だね。
次のユウの試合はタイトルマッチだ。そう、ユウの次の相手はチャンピオンのゴールドフォーク。ここまで来たなという感じしますね、チャンピオンって言われると。グッドでナイスなバトルを期待しているよ。あとバトルについてだが、今回は条件なしだ。持てる全ての力を使ってチャンピオンに挑むのだ。逆にゴールドフォークにはどんな条件を課されているのかを教えてほしいんだけどな。3回回ってニャンとなくパフォーマンスしろとか言われてんのかな。それを達成できずに負けたら君チャンピオン失格だからね、みたいな。そう言われてるゴールドフォークもちょっと見てみたい気はする。ゴンドレス選手、試合の時間で続いていきなさい。言ってろじゃないか。でも挑戦者だから、この条件は必要ないよって言ってくれるのはなんか優しいなという感じもする。お、今まではカットされていた部分が。ちょっと待って、そっちはリングじゃないわ。何？いや、今回特別なのでこちらに来てもらうということだ。あれ、そうなの？ガンスさんの部屋もスルーして。ちょっと、一体どこまで行くの？なんだい？え？どこに連れてかれるんだ、これ。ああ、なんか思い出してきたぞ。ここか。到着しました。ミブリーグの控室になぜか通されていく。ここで待っていなさい。なんだって？しかも誰も使っていないニブリーグの控室だからな。誰もいないけど、ここってニブリーグのもう一つの控室よね。ここで待っているだなんて、チャンピオンの試合はどうなってるのかしら。ありましたね。チャンピオン戦が始まっているはずなのに、グレートコンダレスがリングに来ない。本日のメインイベント、1部リーグランキング1位のグレートコンダレスが、チャンピオンゴールドホークにいよいよチャレンジだ。さあ、まずは、今時期の暴走発電機、ゴールドホークの入場だ。そんな名前なんだ。なんで発電機なんだろうな。まあ、発電機ぐらいパワフルってことを言いたいのか。チャンピオン、コンディションはどうかね？チャレンジャーは手強いぞ。試合前にトイレを済ませたか？チャンピオンは一人だけ、つまり俺様だけということだ。で、この馬のヒゲともわからぬゴンザレスが出てきて、一体何がデビューというのだ。馬のヒゲってな。しかしゴンザレスは一部リーグのランキングチャンピオンに、ランキング1位になるのが最も早かったファイターだ。つまりチャンピオンのユウよりも早かったということだ。それがどうした？俺様がナンバーワンだということを今からここで証明してやる。ゴールドフォークはどこで手こずってたんだろうな。意外と、鋼鉄ウォーリアーズの攻略に、手こずっていたりしたんでしょうかね。いくらなんでも遅いわね。この扉の開け方かわいいな。まあ、大変鍵がかかっているわ。私たち閉じ込められているわ。とんでもねえ話だ。グレートコンダレス不在では試合が始まらない。さあ、対するチャレンジャーは地獄から来た初見、グレートコンダレス。一体誰がこんな真似を。対決というビッグな光量に対して、席を開けさせるようなことをしたら、なんというか、みんな困ると思うんだけどな。グレートゴンザレスはどうした？さて、この俺様に恐れをなして逃げ出したな。これはとんでもない展開だ。本当にグレートゴンザレスは逃げ出してしまったのか？このままグレートゴンザレスが姿を見せなければチャンピオンの勝ちとなるぞ。いやー、ファンのみんなを悲しませてはいけない。今すぐに、リングへ上がらなくてはならない。このままだと私たち負けたことになってしまうわ。なんとかここから出なくっちゃ。おう、いろいろありますね。いろいろ調べてみましょうか。なんとかここから出なくっちゃん。いっそ壁でも吹き飛ばせたらいいのに。なるほどね。一番重要なキャラクターがヒントを教えてくれるようになってんだな。嬉しいね。ここもニブリーグの控え室ね。私たちのいた部屋と同じくかなり汚いわ。こういう部屋ってロッカーやポスターを解けると、壊れた壁や怪しげな落書きが出てきたりするのよね。その定番は一体どこで仕入れた情報なんだろうな。コミックとかは結構読んだりするんでしょうかね。なぜか、ピーチのポスターがあって、剥がすと、謎のお茶の間がある。このお茶の間何なんだろうな。謎すぎる。なんか、すごい和みそうな雰囲気になってるし。この1っていう数字も気になるしな。1日から永久に変わらないのか。開けちゃいましょう。到着。ここがもう一つの一部リーグの控室ですよね。フィッシュに教えて。ここも一部リーグの選手の控室。ちょうど反対側にあるみたい。ロッカーの後ろに隠された部屋があるなんて、一体何のための部屋？この通り上には本当に不思議がいっぱいね。全くもってその通りだ。よし、出よう。なぜ出られないの？ここの扉も開かないわ。謎すぎるよな。なんでこんなに厳重なんだろうか。トイレ。トイレは開いていた。
このトイレについてはノータッチなんだな。じゃあ行きますか。入っちゃおう。緊急事態とはいえ、これ嫌だな。まあ、いいよ、ためらいなさすぎるけどな。てか、なんでトイレの水が流れただけでみんなこんな疑問に思ってんだ。あれ？トイレの水が流れる音が聞こえるぞ。そこは不自然じゃないし、これが正常だということにしておけよ。てか、あれ？ここ誰か入ってますって言ってなかった？別に開くやんけ。ジブリ用の控室だ。さあ、リングへ移りましょう。みんな話聞いてくれよ。いやさ、閉じ込められちゃってさ。ハンマーをトイレに忘れたんですか？あんたも案外抜け出るだすな。それどころじゃないんだよ。なんでゴンダレッシュがトイレから出てくるんですか？なんでやるな。ゴンダレス、こんなところで何をしておるのだ。急いでリングへ向かうのだ。君、このファイト精神をよくわかっているな。いいやつだ。君は？まあ、ゴンダレス、試合中じゃなかったのか？ではみんな誰が試合してるとかっていうのは気にしてはいるんだな。俺、リングに向かうよ。薄汚いガードマンのせいで閉じ込められたからな。入ってよろしい。それどころじゃないだろうがよ。あ、ここは来てくれるんだね。よし。じゃあセーブしてから行きましょう。話をしよう。さあ、早く入るがよい。観客が待ってるぞ。え？よくも騙したな。だって。そうだよ。何を言ってるのかさっぱりわからんぞ。まあ、このガードマンじゃないんだろうな。とはいえだよ。とはいえなんだよ。お前ら法令はしてねえな。またここの組織は一体どうなっているんだ。長いトイレだったぜ。お待ちかね、グレートゴンダレスの入場です。結局これ閉じ込めたの誰だったかな。なんとか間に合ったみたいね。すごい歓声だわ。ランキング1位でチャンピオンへの挑戦ともなるとここまでの人気になるんだな。あ、浅いぞ。ヒーローは遅れてやってくるもんだよ。チャレンジャーグレートゴンダレスにものすごい歓声だ。チャンピオンのゴールドフォークに自慢のハンマーは通用するのか。運命のバトル、いよいよゴングだ。レッツファイトー。いやー、ということでちょっと一波乱ありましたが、グレートゴンダレス VS ゴールドフォークやってみましょう。待機モーションがやたらかっこいいよな。いよいよチャンピオンと試合ガンガンいきましょう。 BGM もかっこいいな。おとなしく閉じ込められていればよかったものを。あ、ってことはお前か。どういうことよ。まさかガードマンを操って私たちを閉じ込めたのあなたなの？ビジーもかっけえ。お前たちに毒入りケーキを送ったのも俺様だ。俺様に立てつく奴は全て始末してやるのさ。確実にな。それはリングの上でやるよ。じゃああなたがスターソーンを隠して脅迫メールを送っていた犯人だったのね。ん？知らんぞそんなことは。なんだスターソーンっていうのは。いいかお前ら。確かに卑怯な手を使うが、俺様は実力もあるのだぞ。お前らなどちょちょいの上で軽くひねり潰してくれるわ。でも自信がないことのあるあるなんだよな。この、相手を落としめて、加藤というのはな。お前どうせ鳥の子エースにも、同じ手を使ったんだろ。卑怯なやつめ。鳥の子エースが、美味しそうに毒入りのケーキを食べているのを、北斎で見ていたんだろ。おかげであいつ、あんな顔色悪くなっていたのか。許せねえな。ゴールドホークよ。華麗な空中技を使えて、とパンフレットには書かれていたわ。最大 HP は40で攻撃力は4、暴力は0。空中技が得意ってこと以外、これ、ん？特にこれといった特徴はないみたい。でもゴールドホークのことを考えると、正々堂々と来るとは限らないわね。油断は禁物よ。なんか、言われたい方で言われてんな。ちょっとかわいそうな気もする。デカデカドリンクがあるので、後で使いましょうとして。まあ、マリオは一旦、華麗に殴っておこうか。行くぜ。ガツン殴り。これは暴力がない奴に使うとっておきの技だからね。味わうがいいわ。やばい。にゃーん！空中技が得意だな、お前。全体攻撃してくるやつが普通に強いよな。よし、ちょっとマリオさん。お願いしたいことがあるんだ。聞いてくれるかい？ここでアイテムを使うをして、デカデカドリンク。クリッシーヌ！くらえ！デカデカクリッシーヌ爆弾。デカデカになった。デカデカのクリッシーヌなんかすげえ頼もしいな。さあ、こうなったらクリッシーヌで、なんか一度も連続で成功させられていない。連続続きをします。なんで成功しないんですか、もう。いやあ、そしてガードも全然成功しないよ。グレッチーン。お願い、じゃあここで連続続きを成功させてくれ。なんで、もうダメだ。俺下手くそすぎる。もう自己嫌悪に陥るよ、これ。練習してから来るべきだったな。エキシビジョンマッチはこういうところで練習をするためだったんだな。まあ5ダメージ入ってるから十分強いんだけどな。これだったら普通のジャンプでよかったな。思っているよりではないか。
しかしまだまだだな。俺様の攻撃を受け止めてみろ。I'm number one。行くぞ。やったぜ。お前こっちの攻撃の方が弱いな。お前その攻撃の方が弱いぞ。かわいそうな奴だ。仕方がない。普通の頭突きで勘弁してやる。おりゃ。これこそがデカデカクリスチーヌの底力というやつよ。仲間もパワー P ってめっちゃ強いんだなというのをすごい実感するね、これ。ミニミニって聞くんだったっけ？なんかこいつ聞いたような気がするんだけど。聞かないんかーい。さすがそこはチャンピオンだな。くそ、俺様ここまで追い詰めるとは、こしゃくなやつめ。やはり試合の前にきっちり始末しておくべきだった。かくなる上は。ダシーン。ない。お前、こんなに出してくんの？数が多すぎるよ、もう。とんでもねえ野郎だ。でも、それをやるってことは、お前も似たようなことをやられる覚悟はあるんだよね。ゆらゆら地震だ！くれー！天井に張り付いてるからね。哀れゴールドホーク。ゆらゆら地震に倒れる。むぐー。この負け知らずのチャンピオンゴールドホーク様がこんな奴らに負けてしまうとは。かわいそうな奴め。これだけで許すと思ったらお前しかいだぞ、お前。直前でセーブしておいてよかったぜ。さあ、改めまして。次は別のバッジを使って戦っていこうぜ。チャージ P があるんだよな。ちょっとこれ頑張ってみようか。頑張れ、クリスチーヌ。またクリスチーヌで行くの。クリスチーヌ以外の誰かに頑張ってもらうかな。チャージ P があれば、みんな活躍できるでしょうしね。よし、ちょっと付け替えをしたぞ。チャージ P で、仲間が、チャージをしまくって威力を上げ、パワープラス P もあるので、さらに攻撃力もアップ。素晴らしいね。なおかつ、ピンチ、で、ラッキーじゃねえや。危険でパワーが危険まで抑え込むのはちょっと難しそうだけど、体力を減らして、さらに発動してくれたらめっちゃ強いよね、っていうことで、やっていきましょう。では、グレートコンダレス、バーサス、ゴールドホークやっていきましょう。なんか、ゴールドホークのことをゴールドホークと呼ぶのが毎回、忘れそうになるんだよな。こいつ、そういえばゴールドホークって名前だったな、みたいな。クリスチーヌで物知りをしたら、仲間チェンジフライ。ぐぅ。ガードが全然できる気がしないけどな、これ。ここで、一旦、チャージをしてもらいましょう。パッ。チャージをした。仲間のパワーも上がっている上でさらにチャージまでしちゃう。頑張ればワンターンキルできるんじゃないのかというところに、注目していきたいところですね。チャージいっぱいした上でデカデカドリンクやったら、本当にワンターンキルいけそうですよね。マリはこの間何しよっかな。時間止まらないかちょっと試してみようか。ワンチャンこれで時間止まったらめっちゃ楽だよな。まあ、止まらなかったらちょっと減った分は、後で回復しましょうか。うわー。なんか何返そうとしやがるな、こいつ。やったー。お前聞くんかい。よし。じゃあこの間にチャージをさせてもらうね。わーん。プラス4。まだまだ。プラス、どれぐらい？プラス10は欲しいかな。じゃあ、まあ、弱アピールしてもらいましょう。見てください。うちの子が頑張ってますよ。すっごいチャージしますよ。というアピールを欠かさないよ。チャージ3ターン目。プラス6。まだまだ。こんなんじゃ許しやらねえからな。デレデレデン。お、ハッピーハートが効いている。しっかり体力を回復して調整してくれ。にゅーん。プラス8。覚悟しろよ、ゴールドホーク。アピールしちゃお。来るのか？ナイスエガードはいい感じだったんだけど。チャージするんだ。うわー、プラス10だー。任せてくれたまえよ、本当に。ここは、アピールかな。ハッピーハート発動しないでくれ。ここで、あえて、食らう。あれ？あ、そうか。ピンチでパワーが、発動してんのか。なんかちょうど危険に調整できたらよかったんだけどな。
うまく決まらず。じゃあチャージしたろ。プラス12。まだまだ行くさ。まだまだ行くさ。で、マリはちょっと体力くらいすぎなんで、キノコで回復してもらいます。ゴールドフォーク、ねえねえ、どんな気持ち？ダメージどれだけ削っても目の前で、回復してくるって、なんかすごい嫌だよね。という圧をかけ終わったら、絶妙に1だけ回復したいんだよな。となると、あーでもマリオがこれガード失敗すると終わっちゃうから、ここまで能力アップしたんだったらいけないかな。ということで行きましょうか。ん？お前、許さん。わ、お前、てか卵投げできるんだ。さすがヨッシーだな。じゃあ、ヒップドロップで決めようか。何度も踏みつけで、しかもチャージしまくってるからいけると思うんだけどな。よし、やったろうぜ。うわぁ、うん、うん。やったぜ。見つけってなんか、回数の決まってる連続ジャンプみたいなもんだから、一定の程度までチャージするとこれができるんですよね。むぐこの負け知らずのチャンピオンゴールドフォーク様がこんな奴らに負けてしまうとは。しかもワンターンキルだからな。もっと鍛え直した方がいいんじゃないのかい。ジュバー。まあちょっとマリフもピンチで、この戦い方でギリだったんで、もういいかな。うちのフライ君がね、頑張ってくれたし、満足かな。ゲフン。この時点でもっといろいろね、やれると思うんだけどね。まあ、とりあえず仲間に頑張ってもらうという戦い方でした。この展開を誰が予想できただろうか。まさにミラクル。まあね。テクニックとテクニック、パワーとパワー、ソウルとソウルがぶつかり合った。まさに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 、ウェイ。まさに伝説的なバトルだ。そしてこのエキサイティングなバトルでビクトリーをゲットしたのは、グレートゴンザレス。コングラチュレーション。ユーがチャンピオンだ。やったー。チャンピオンベルトをゲット。ゴールド方向を倒して手に入れたチャンピオンの証。おお、ちゃんとつけるんだね。グレートゴンザレス。いや、どうも。チャンピオンから張り取ってやりましたよ。なんかグレートフォークじゃなくて、ゴールドフォーク。あいつチャンピオンベルト相手みたいな見た目してるから、外れるとなんかすごい、だらしない中年バラみたいに見えるのが、なんとも言いませんね。ゴンザレス君、ついにやったね。木下君、ホワイトマネーを渡してくれたまい。これ40コインくらいくれるでしょ。100コインもくれんの？やったぜ。でも100じゃ足りねえな。もっと欲しいな。早速、ユウにはチャンピオンルームを使ってもらおう。ゴンダレス君をチャンピオンルームに案内してくれたまえ。わかりました。では、チャンピオン、こちらへどうぞ。いや、みんな、長いこと世話になったけど、俺もチャンピオンだから。これからは、チャンピオンの控室だけを使えるようになりますね。テク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 。なんかこの感じすごい不穏だけどな。またどっか変なとこに連れて行かれるんじゃないかみたいな。まあ、今回は大丈夫でしたね。木のしこわさんがそんな変なことするわけないよね。なんかでっかい写真飾ってあるけど。おめでとうございます、チャンピオン。表情ないな。今日からこの部屋をお使いください。もちろんあなたのお部屋ですので遠慮なくおくつろぎください。私はこれで失礼。ではごきげんよう。淡々としてますよね。ついにやったな、ゴンザレス。でも？でもない。ゴールドフォークは本当にスターソーンのことを知らないみたいだったし。なあ。本物のスターソーンの何かは結局わからなかったな。一体どこにあるんだろう。右上でなんか変な音が鳴っている。ぐわぐわぐわ。変な声が聞こえるよ。どこからか変な声が聞こえないか？これがあの、七不思議のあれなんですよね。ドゥワンドゥワンドゥン。ドゥワンドゥワンドゥン。めっちゃブツブツ言ってんな。だからこの部屋問題あるよな。これじゃ落ち着いて寝られないと思うんだけど。ゴールドフォークもこれに悩まされていたのかもしかして。チャンピオンの俺の重責が変な声を聞こえさせるみたいな。実はなんか隣から聞こえてくる、ただのブツブツうるさい声だったっていうだけ。幽霊。びっくりするよ。なんだよ、音数なんてもう。ちびよし意外とビビりなんだよな。かわいいね。幽霊の正体を突き止めろ。そんなクエスト形式に言われても。幽霊の正体を突き止めろって、マジで怖えよ。ま、やれるもんでしょう。ちょっと体力、あれなんでまずは寝るけどね。ベッドで休む前に幽霊の正体を突き止めろとかって言われたらあれだったけど。しかしこの模様は何なんだろうな。虎柄？謎に虎柄のベッドで寝させられるんですが。てかすごい、カーペットの感じがすごい良くなってんな。
もともとどんな感じだったかな。こんなに、うわ、すごい紙でできたカーペットだっていう感じしなかったんだけどな。丁寧でいい演出ですね、これ。あれ？というか、いろいろあるけど。あれだな、洗面台というか、メイク台はあるんだけど、トイレねえな、この部屋。チャンピオントイレ行きたいときはどうすればいいんだ。悩ましいぜ。まあ、とりあえず、ここで渡ればいいんですよね。渡ればいいんですよ。よいしょと。ちびよしいなかったら、幽霊の謎も解きたかったよな。さあ、行きましょう。ん？あ。そうか、ここを通ってますよってことか。これって通気口だよな。どこに繋がってんだよ。お、来ました。ブツブツ言ってる。グフフ。あれのコンディションはパーフェクトだ。あれさえあればミーのボディはフォーエバーにビューティフルだ。しかしデリケートに物事を進めんといかんな。この間もうっかり野郎マイケルに見られてしまったし、キノシコワやゴンザレスもうすすミーのことを噛んでいているように思えるしな。まあバレたらその時はその時だ。他の選手たちと同じように消えてもらうだけだ。そう、初代チャンピオンプリンスマッシュのようにな。この声はガンスだ。選手の行方がわからなくなったのはガンスの仕業だったのか。このルームの戸締まりをきちんとしておかねばな。あれに関する書類もきっちりと机の引き出しに隠しておかねば。しかし最近はパワフルな選手が少なくなった。ゴールドホークのやつもゴンダレスに負けてしまったし、そろそろあいつにも消えてもらうとするかな。ミーのために。ごえ野郎だぜ。だまあ、愛させてもらいますね。バーン。話は聞かせてもらった。あれ？もういないし。そんな入れ違いだったのか。出て行ったみたいだな。ワイを確認しないで飽きちゃうから。さっき机の引き出しの書類がどうこう言ってたぜ。ここで降りていったらもう、戻ってきた時に逃げられないけどな。開けちゃいましょう。これがさっきガンスが隠した書類かな？ふむふむ。ワイをわかるかい？おお。リングの下にスターストーンを使ったマシンがある。これはその設計図。詳しいことはわからないけど、スターストーンの力を動力にしているみたいだ。そのマシンは人のパワーを吸い取ることができるらしい。物騒すぎるな。ひょっとして倉庫で見つかったマイケルやプロットもそのマシンにパワーを吸い取られたんじゃ。ガンスー。焦ってるね。うお、どうやってこのルームに入ったのだ。中が荒れてるのを見ればわかるだろ。人に聞く前に自分で考えたらどうだね。Hey, you! You たちその書類を見たな。見たら何だって言うんだ。マイケルやプロットがあんな風になったのはあんたの仕業だな。Oh my god!逃げるんかーい。ゴンザレス、ガンスを追いかけるぞ。うん。行ってみましょう。ということで、怪しい奴はいっぱいいたんだけど、なんだかんだ一番うさんくさかった、ガンスが、今回の敵になったというわけですね。で、追いかけるってどこ行ったらいいんだったっけ？バッチはどうしよっかな。さっきのまんまで行こうか。そろそろ戦おうと思うんだけどね。貫きいるかな？いらない気がする。はい。多分、ガンスと戦うことになると思うので、バッジを付け替えてみました。チャージを、ちょっと待ってな。シルジュにしようか。わかりやすくね。こんな感じで、ミニミニフミが発動してくれたらいいなというのと、チャージをマリオと、仲間の分付けておきながら、ナツメロも付けてあります。ナツメロこんな感じか。なんか、すんごい変わってる感じはしないな。とりあえず行きましょう。飽きてくれるし。嬉しいのに話を聞いておこうか。ガンス追いかけましょう。リングに向かったのかもしれないわ。そうなのガードマン。ガンスさん、ガンスさんなら先ほど慌ててこの中に入っていかれたか。じゃあ入っていいよとはならないような気がするんだけどな。ガンスさんが入っているんだ。何か事情があるかもしれないからマリオは入っちゃいけないよって言われそうなもんだけど、そこはいいらしいね。ということで入っちゃいましょう。夏メールとともに堪能させてもらう。わお、観客いないし。この人数、あんだけの人数の観客一瞬でなんというか、ね、入れたり出したりできるってすごいよな。ガードマンが優秀なのかもしれません。わお。こんな暗い感じだったっけ？リメイクでなんか雰囲気変わりましたね。ここまで追いかけてくるとはバカな奴らだ。シークレット知ってからにはユーたちには死んでもらう。ゴゴゴゴゴ。誰もいないリングには近づくなっていうのはこういうことだったんですね。ガンスー。リングにこんな仕掛けが。こんな仕掛けの上で戦ってたんだよな、俺たち。ゴゴゴゴゴゴ。マッドサイエンティストしか作らねえ装置作ってやがるな。
あんなところにスターソンが。どうだ、このマシンを使ってファイターたちからパワーをチューチューと吸い取っていたのだ。ミーのビューティフルなボディをフォーエバーにキープするためにな。60代なのにピチピチだねっていうのはこれが秘密だったわけですね。そんなことにスターソンを使うなんて許せないわ。まったくもってな。ミーのスターソンをどう使おうか勝手だろうが。行くぞ。うわー、マッスルー。力への憧れが強いんだろうね。スターソンもこんなことにパワーを使われてとても苦しんでいますって感じなのかどうか。ドシーン、全盛期モード、ブフー、段差が大きくなったわよ。ふん、ユウたちもサクッと火に潰してミーのエネルギーにしてくれるわ。ガー、3面のボスはこのガボン系統のボスっていうのはある意味でべ、まあ、なんというかマリオストーリー以来という感じがしますね。マッチョ、掛け声としてはちょっとかっこ悪いな。パワーがアップしてくるぞ。このマシーンがある限りミーのボディはフォーエバーにエクセレントなんだ。おじいちゃん、それはさっきも言ったでしょ。このやつうんと懲らしめてやらなくっちゃ。もちろんですもん、このバトルは逃げられないぞ。逆に言うとゴールド北線は逃げられたのかもしんないね。あれ、さあどうやって戦おうかな。ちょっと体力的な不安もあったりしますから気をつけなくてはいけませんが、ミミミミなあれなるんかい、聞くんかい。まあやっぱな、おじいちゃんだからな、この機械からパワーもらってるようなやつはやっぱダメだな。ミニミニにさせてもらうね。ミニミニガンスをものしちゃおうぜ。マッチョガンス、スターソンの力ででっかくなったガンス。60もあんのか。最大 HP は60、攻撃力は4、暴力は0。こいつの攻撃パターンはまず自分の行動回数を増やしてから、その後いろいろなパワーアップを自分にかけて攻撃を仕掛けるってくるというものをね、見ただけで分かれてすげえな。マッチョガンスがどういったパワーアップをしたのかちゃんと見ていることが大切よ。それにしてもあのガンスがこんな風にプリプリマッチョになってしまうなんて。プリプリではあるのか。やはりスターソンってすごいよね。まあそのスターソンの力を引き出したこいつもなんだかんだすげえとは思うけどな。シャキーン、あったなこの謎ポーズ。行動回数を増やして、で一旦消費していくと。行動回数を増やすのに一旦使うんだな。そこはなんかちょっと悲しいやつだなという感じもするが。俺はチャージしてやる。ヒーン、チャージしたぞ。この後ろの中、ジージーっていうのがかっこいいな。グリスチーノはとりあえず普通に頭突きしとこうかな。まあ、じわじわっと削って、マリオの一撃に、お願いしちゃいましょうかね。チャリーン、攻撃力アップ。攻撃力アップはやばいな。じゃーん、これは攻撃か。全力ガードしてこれかい。しかもミニミニになっててこれだからな。まあ、攻撃力アップは一旦しか持たないんでね。ミニミニは今まだする必要ないから。もう一旦チャージさせてもらうね。いや、今回はマリオの連続ジャンプに頑張ってもらおうかな。連続ジャンプだけでやるのもあれだけどな。他になんか頑張れそうな味方いるかな。フライに頑張ってもらうとか？それも良さそうではあるけどな。とか、パワープラス P があるから、連続ジャンプがすっげえ強いんじゃない？というか、あのヒップドロップがね。暴力アップ、ここで使わないでくれ。これは困るよ。じゃりーん。これが攻撃モーションです。あー、ガード失敗しました。ちゃん。成功していたら、食らわなかったのに。あー、でかくなっちゃった。でかくなっちゃった。じゃあ、チャージ、ミニミニでいきましょう。うん、効かなかった、これ。暴力アップ3は地味に強いな、やっぱり。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょうったらどうしましょうだよ、これ。マリオ、じわじわシロップを飲んで、今のうちに、フラワーポイントを回復する状態を作っておいて。10ターンもあんのこれ。すげえな。ナイスファイト、ゴンダラス君。その調子でガンガン攻めてきてくれたまい。チャリーン。やはりエンターテイナーの差がというか、見られた時どういう戦いになるのかばかりは気にしてしまうんだな。うげえ、よしーくん、大ピンチなんですけど。暴力ダウン。よし。オッケー、これで一気に弱くなったね。この状態で。ほら、もう一回ミニミニになれよ、お前。やったぜ。ミニミニした状態で。ん？おう、シロップか。はい、ちょうだい。
ありがとう。でもなんかタイミングを考えて欲しかったな。よし、頑張るフレイ。3、4。あ、でも最初は2回しか2ダメージにはなんないんだな。10ダメージぐらい出るのかと思ったら、そういうわけじゃないと。行動回数が増えて、行動回数が増えただけです。おぉ、ハッピーフラワーいいね。ちょっとヨッシーちゃん怖いな。じゃあちょっとマリオもう一回頑張ってもらって、その上で、ちょっと味方を変えよう。ノコ太郎だったら攻撃飛んできてもガードしやすいんじゃないかな。ガードしやすいというか、より耐久できるんじゃないかな。攻撃だ。ナイスガードでもこれか。これをな、あれだね、スーパーガードで返せたらなかなか強かったんでしょうけどね。いや、マリオはまだまだチャージしちゃうよ。ジュイン。チャージありで戦う場合とチャージなしで戦う場合、どういった違いがあるのか。アクロバット失敗してるし。フラワー、やったぜ。まだスピードが速くないタイミングでやればいいのさ。でもできればハートポイントマックスにしてほしかったな。ジーン、暴力。これが一番辛いまであるな。どっちに来るんだい。いやー、失敗した。スーパーガードしたかったのに。ヘイホー君、何をしてくれるんだい。こっちかよ。ガンツの方を狙えよ。めっちゃ喜んでるし、向こう。大きくなっちゃった。でもミニミニはもういいかな。ちょっともう少しチャージするね。マリオさんチャージ。暴力アップしてるところで使うのももったいないですしね。ガメキ。でも暴力は次で切れるんだよな。でもまだいいか。じゃあガメキのコールアタックが実際効かないかどうかっていうのを見てもらおうか。この通り。こんな感じになるんですね。すまねえな。ノコ太郎よ。ウィーン。コイトカップ。からのデカデカ状態で攻撃されるのはきついけど、さすがに死んだりはせんやろ。でもギリですわ、これ。ピンチでパワーとかないときついよ、これ。ん？なんでこんなにいっぱい練り込んでんのよ。よせ。これ攻撃してチャージ切れたら怖いけどな。そんなことはない。じゃあ、ここは一旦ノコ太郎くんを前に出して、行っちゃいましょうか。もうこれで決着つけようぜ。マリオさん、これ飲んでください。デカデカドリンクです。どーん。くたくたになっているマリオがでかくなっていく。まあ、ガンスがでかくなってんだから、俺もでかくなっていいよねってことですね。これで決まるかな？行っちゃいましょう。いやー、もう、ジャンプ失敗したもん。もったいないことしました。なかなかいろんなゴンドレス君。さすがはミーが将来性を見込んだ優だよ。連続ジャンプのタイミングわかんなすすぎたね。テクニックのデパートと呼ばれるほどの、バラエティに富んだミーのテクニックを優位にお見せしよう。またでっかくなってるし、こいつ。なになになに、やめなさいよ。シャリーン。行動ターンを増やして。行動ターンを増やすだけで終わった？終わってくれたならいいんだけど。ギリギリじゃねえの、もう。デカデカマリオで連続ジャンプもう一回できないかな。マリオ、ごめんな、さっきは失敗して。もう一回やってくれ。ああ、もう自分が嫌になるよ。私、自分が嫌になるんです。ハードくれ。マリオにくれ。マリオに、マリオ、マリオ、マリオ。おー、そっちじゃないよ。ノコ太郎のファン名。この状況だったらマリオに渡すのが正解だろ？あの、1足りないんですけど。1足りないんですけど。おのれー。イライライライロ。マリオがもう一回ジャンプしてくれてたらな。頭から、撃ってこい、撃ってこい。ダメか。グク。まだまだだ。マリオはラストまでわからない。それが格闘技の世界だ。そしてビクトリーの女神はラストにミーにスマイルを見せてくれるのだよ。何？チャリーン、ウォリオカップ。行動ターンが？何これ？アップねー。ラッキーが発動しなかったら大変なことになっていたよ、これ。なんでこんなギリギリなんだい？なんでこんなにギリギリなんだい？
防御力プラス3だよな。デカデカでハンマーだったらギリギリ届くか。いや、だいぶギリギリだったけどね。一応勝てはするか。もう連続攻撃失敗しまくるから嫌だわ。あらー無符号。いや、でもここまで引き出して勝てたのは良かったかもしれないね。おお、100コインもらえたね。次はもっとスマートに勝とうぜのやり直し会です。まあちょっとバッチのパターンが少ないからな、今ここで何回もやってもしょうがないとは思うんだけど。というか単純にもう一戦でまともな戦い方をして。よし、では次はこんな感じ。ジャンプのホニャララ踏み系統を全部揃えた感じにしてみました。相手が防御力を上げていったらふにゃふにゃ踏みにして。で、それ以外の時はちっちゃくしたり眠らせたりが発動すればいいなという感じ。まあ、チャージは適宜、このね、例えば眠らせて余裕ができた時とか、そういう時に使っていければいいんじゃないかな。そんな感じでやっていきましょう。とりあえず夏メールを外したんで、このリメイク版の音楽で楽しめるはずです。てかさっきギリギリ負けそうだったからな。次は負けないように行きたいね。お？あれさっきこんなんだったっけ？いきなりこんなクライマックスみたいな BGM になるんだな。ということで2回目やっていきましょう。おー、よりなんか広がりのある感じの BGM のアレンジになってるね。マーチョ。このリメイク版の絶妙にね、変わった雰囲気とすごいマッチしていていいですね。このやつうんと懲らしめてやらなくちゃ。やってみましょう。まあ、とりあえずまずは、眠らせがいきないかから行きましょうかね。ねん、効かなかった。仕方がないね。物知りを入れながらじわじわやっていきましょうかね。クリスティーヌがやっぱり瞬間火力出しやすい子だから。それでなんとかって感じかな。マチュアンスがどういったパワーアップをしたのかちゃんと見ていることが大切よ。では引き続きいきましょう。にゅーん、シャキーン。これが加速っていうのがよくわからないよな。じゃあこの加速ターンを時間よ止まれで止めることができないかをちょっとやってみようか。前のステージ手に入ったスターソンのパワーなんだから、ここで発動してくれなきゃっていう感じはするんだけどな。お前、投げんじゃないよ。お前ごと止まるのか？お、やったぜ。ブラック兵法何だったんだ。あいつは止まらないってすげえな。まあ、試合に関係ないからなんだろうけど。よし、これで行動順を。行動をね、増やすっていうのが、全く無意味になりましたね。こういうことね、やられるとすごい辛いからね。お前も味わってみるはいいよ。まあ、この状態だったら、スキル放題できるんで、この隙に一旦ぐらいチャージしてもいいかな。はい、チャージ。じゃあ、クリスティーヌもせっかくだからチャージして、次のターン二人で殴ろうか。二人で一緒に殴ろう。せーので行こうね。残り一ターンになりましたんで、あ、クルリンジャンプ。これもありかな。クルリンしちゃおうで。よっしゃ、10ダメージ。めっちゃ入ってるやないの。クリスティーヌも続きやっていいんだよ。連続続き効くんだったらやるか？ちょっと、リベンジしたいんだよな。そろそろ1回ぐらい成功させたい。なんで成功しないの？もう、悲しくなってきたわ。俺ってどうしてこんなに下手くそなの？いやー、そしてどうして俺は3社員を毎回取れないの？よし、じゃあ次は、眠らせちゃおっかな。眠らねえな。眠らない男ガンスなの？まあキャラクターの設定的に寝ないとかっていうのはありそうだよな。常に忙しくね、働いていたでしょうから。不眠になってるのかもしれません。その調子でガンガン攻めてきたまえ。任せたまえよ。シャキーン。行動順が増えていく。でもお前、さっきから行動順増やす行動しかしないよな。お、てか、ルイジじゃん。ルイジ、さすが肩はいいな。これ、ルイジ止めようとしたらどうなるんだろうな。ひどいお兄さんみたいな感じになるのか。これ、後ろ姿だけど、実は ルイジの偽物だったりするんかな。そこをよく分からずやってましたから。寝ろー。お、やった。てか、専用の寝るモーションあるんだ。かわいいね。てか、めっちゃ寝るやん。お疲れだったんだね。ゆっくりお休み。
こんなに殴っても起きないんだな。え？てかこれもう、相手行動できなくね？あ、あ。ごめんな。マリオはあまりにも強いばっかりに、こんなに楽勝になってしまうとは。暴力上げられたら貫き殴りとか使おうと思ってたのに。全くその必要もなくなってしまったようだな。アイテム使って見るのも悪いなんだけどな。まあここまでの頑張りに敬意を表して、チャージ攻撃でとどめを刺してあげよう。そうだろ？プラス2。まあクリスティーナは普通に頭突きやって、最後はマリオさんの攻撃でフィニッシュといきましょうか。最後何がいいかな？お！え、お前めっちゃいいもん持ってんな。ありがとう。すげえな。ガンサさんを完全完封して戦った人なんて初めて見たよ。これはそのお礼だよみたいな感じなんだね。まあ最後ハンマーで綺麗に決まるか。行きましょうか。ガンス、お前の目を覚まさせてやる。二重の意味でな。いやー。綺麗に決まっていく。意外と行動不能期効くんだなっていうのが今回の発見かもしれません。無ゴフォこれで頑張れば、ガンスから攻撃を一切食らわないというのも、全然やれるというわけですね。おうイェーイ。なんだかんだこれが一番楽なのかもしんない。ああ。あれこいつ帽子、そうか。なんかあのシルクハットみたいな、違うか。テンガロンハットみたいなの被ってましたね。あれないとなんかすっごい寂しい感じするな。まあ、やっぱりガボン一族なんだなっていうのがよくわかる。このワンダフルなボディが負けるとは。ゴンザレス君、ナイスファイトだ。ガク。ピクピクしてる。チャンピオン。出たな。もう一人怪しい人。いえ、マリオ。社長を倒してくれてありがとう。キノシコは。解決編ですね。ごめんなさい、あなたを巻き込んでしまって。でも私はどうしてもこの闘技場の真実を、解明しなければならなかったのです。あなたには全てをお話ししましょう。回想しに来るか。実は私には、キノシチョフという家族思いの優しい弟がいました。貧乏な家族を養うため、この闘技場の選手となりお金を稼いでいたのですが、ある日突然行方不明になったのです。私は弟を探すために、社長のマネージャーとなって密かに闘技場を調べていました。なんか物語でありそうな導入ですよね、これ。そして社長の本当の姿を知ったのです。いつ知ったんだろうな。もはや私の手には負えない。そう思っていた時にあなたたちが現れました。鳥の子エースを頼ろうとは思わなかったのか。まあ、ゴールドフォークには頼れなかっただろうな。あの性格だしな。そして私は、こっそりとあなたに情報を教えることにしたのです。とか、キノピオの一族だから、やっぱりマリオの活躍とかは知ってたとか、そういうのもあったかもしれませんね。じゃあ、あのメールを送ってきた X というのは。そう、キノシコアだったんだな。あ、試合でのファイトを見て、社長を倒せるのはあなたたちしかいないと思ったのです。ぴょんぴょんぴょん。ゴールドフォークは卑怯な手ばっかり使うからな。社長。いえ、ガンス。私の大切な弟をどこへ入れたの？そう、初代チャンピオンプリンスマッシュ。チャンピオンまで登り詰めたんだな。家族思いの弟。かっこいいぜ。彼をこのマシンのシークレット知ったために、消えてもらったのだ。いくら探してみても彼はこの世にはいないのだよ。ぬん。やはり、そうだったのですね。木の下風。あんなに冷たい感じだったのに、本当は弟思いのいいお姉さんだったのね。まあ、憎き、ね、敵であるガンスを倒すために心を殺して仕事していたでしょうからね。感情を隠していたんだな。お？マリオ見て、スターソンが。ふわー。ぴよーん。謎の光。ふわふわ。こんな感じだったっけ？おー、出てきた。そう、ここで会えるなと思ってたんだけど。これ、スターソンの力で復活させてくれてたんか。おお。ここは、闘技場？木の下風。いつ以来の復活なんだろうな、これ。あ、姉さんじゃないか。どうしたんだい、こんなところに。あれ俺は確か、なんかすげえ、のんきな顔してんな。もういいのよ、キノシチョフ。もう終わったの。ひょっとしてこれ、スターソンの力なの？ピーン。さあ、マリオ、スターソンを持ってきなさい。
大丈夫？最後にガンスからパワー吸い取らなくていい。こいつからパワー吸い取って、他の選手たちに分け与えた方が、トリジョももう盛り上がるんじゃないのかい？いいのかしら、もらっちゃって。いや、もらわなきゃダメでしょ、これは。またこのようなことが起こらないよう、それはあなたが持っていた方が良いでしょ。じゃあまあいいよ、遠慮なくもらっちゃいなさいよ。もらっちゃいましょうか。いただきましょう。ということで、無事3つ目のスターソンをゲット。スターパワーが4になった。さらにマリオはスペシャル技ムキムキボディを覚えた。やっぱり、そういうのは好きなスターソンなんだな。なんというか、無理やりパワーを引き出されて、ガンスに悪用されてはいたけど。でも俺、やっぱり、知らない人のパワーを増幅するムキムキボディみたいな技使うの好きなんだよなって、天職だったんだな。意外とノリノリでガンスパワーアップしてたかもしれませんね、この感じだと。華やかなウーロン街の裏は、人々の思いが渦巻く暗く危険な世界でした。キノシコワの助けも受けて、ついにマリオはウーロン街のボス、ガンスの正体を暴き、そしてパワーアップしたガンスをやっつけて、3つ目のスターソンを手に入れることができました。パワーアップマシンを動かしてガンスに力を与えていたスターソンは、どうやらスターソンには、まだマリオたちが知らない力が秘められているようです。確かにただのお宝とか綺麗な石っていうだけではないってことですね、これで。なんかその不穏な力を秘めているものっていうのをここで、ちょっとだけね、教えてくれていたわけだ。マジョリンよ。一体何をやっている？まだあのマリオとかいうやつを始末できないのか？準備が必要なんです。もう少しお金を出してくれないとね。思ったよりも手怖いんでね。わかっておるのだろうな。我がメガバッテンが誰よりも先に千年の扉を開けねばならぬこと。まあ次は確実に閉めるから安心をし。なぜ今回は秘密撮影機を用意したからね。その言葉信用しているぞ。まあ任すときな。さあ行くよ。シュワン、なー。ん、どうした？またこの影3人組がやってくるという布石ですね。なんだか退屈だわ。ちょっと慣れてきたな。自分の身に機嫌が及ばないから、何もやることなくて退屈だわって。まあ実際そんなもんか。ところであの人たちあれから地図のこととか聞きに来ないけどいいのかしら。確かにな。ガシャーン。またテックかしら。もうすっかり慣れてんな。ビジメ環境に順応するの早いんだよな。さらわれ慣れすぎっていうか、なんとかさらわれたらもうこれでいいわよね、みたいな。まあ大体危害は加えられないし、とりあえずおとなしくしておけばいいかしら、みたいな。なんか一瞬聞こえた鼻音、あれ、なんだったっけ？元ネタがわからん。ちゃんとさっぱりしておいてから、テックに会いに行きましょう。このシャワールームから出た瞬間に、髪をほどくのはな、テック的にはどうなんだろう。ビチ姫、ちゃんと髪を言った状態でポニーテールで来てくださいとか思ってたりするんでしょうかね。まあまだテックにはちょっと、ポニーテールの良さはわからないか。到着。こんにちは。いつも突然なのね。強引なんだから。今度は一体何を？ワツガルフ様のところへ行って、聞いてもらいたいことがあります。聞いてくるって？最近ある情報を入手したのですが、気になることがある。あなたはここのメインコンピューターなんでしょ？どうして知らないことがあるの？確かにな。このオンラインに載っていないやつはダメとか、このハードディスクに入っていない、コピーされていない情報はアクセスできない的な感じ。プログラムに入力されていないことは知ることができません。だからそのことについてバスカルフ様が何を考えておられるのか知りたいのです。テクに知られたら困ることだから、知らない方がいいはずなんだけど、いやでも知りたいわっていう気持ち、まあ、恋とは何ぞやみたいな、そういう感情が芽生えたことによって、そういう、ね、本来は、まあ、知らなくていいことなんだなって胸に秘めていそうなことでもね、知りたくなっちゃうんだね。人間的な行動ですわ。でも私が会いに行こうとしてもその前に捕まって部屋に戻されてしまうわ。エレベーターを上がったところに、軍団員の部屋があります。そこで軍団員の制服を手に入れて着替えてください。無茶を言うなよ。軍団員と身長とか全然違うやろ。バズグロス様には軍団員の格好で会うのです。とんでもねえこと言ってんな。つまり変装するのね。どうせ嫌と言っても聞いてくれないんでしょ。強引な男たちの相手ばっかりしてるからな、ピチ姫は。
それでバツガールフに何を聞いてくればいいの？なんだっけこれ。それはですね。あ、教えてくれないのか。ピーチ姫だけが知っている秘密。まったくテックはあんなことを聞いてきてもらいたいなんて、ほんとおかしなコンピューター。エレベーターで、これで上がったところね。でもこういうの全部やってくれるんだから、便利なやつだよな。入りましょう。監視の目もかいくぐってくれるんだよな。これで行った先に、軍団にいて、あ、PC 名見つからないように言ってくださいねとか言われたらもう、そこはお前なんとか調整しとけよってなるけどね。ちょっと待ってください。おう。ここで調整してくれるんかい。まあ、見えるけどな。まあ、ちょうど手前を向いていて分からなかったんでしょうけど。ピコピコ言ってますな。今です。エレベーターを出てすぐ右の緑のランプがついている部屋。こんな危険を犯さなくてはならないとはな。到着。こういうカーテンはなんで全部ピンクなんだろうな。バツガルフの趣味なのかな。こう生きがいの時に使うカーテンは全てピンク色で統一するようにみたいな風に言われていたんでしょうか。こっちではない。これか？これじゃない。あれ、軍隊員の制服ってロッカーから探せって言ったっけ？これじゃない。これか？あったー。ちなみにこっちは？なんもない。こっちはなんもない。軍隊員の制服なんでこれにしか入ってないんだ。これ着ていないフラチな奴がいるな。これの持ち主どこいるんだよ。今裸なんか。これが制服？これ着るの？はい、そうです。淡々と言いやがってよ。てっくー。ビーチのお着替えを見たいだけなんじゃないのか。ここでお着替えモード。あん、なんだかきついわ、これ。それにちょっと匂うし。匂うのは大問題すぎる。ちゃんと洗って入れているわけじゃないんだな。どうにか着られたわ。すごいな。開けます。なぜ入るんだ、これが。これなら完璧ね。完璧すぎて怖いわ。ピーチ姫、おしゃれに。あれ、知識がありすぎて、どんな服でも着こなせるみたいな特殊技能があったりするんでしょうかね。いやいや、話しましょう。わい、何をサボっている。持ち場を離れるとと言ってるのがわからんのか。ん、今は休憩時間だと？ならば言ってよし。ビジネスは声色も変えられるのか。まあ休憩中でございます。とりあえず行ってやりましょう。おう。よく見る部屋だ。ここでいいんだね。ピコピコー。到着。あの、バツガルフ様。なんだ？ちょっと怒ってる。機嫌の悪い上司ってやだな。部下のモチベーションに関わるぞ。ニコニコしときゃお前。ピジメのことですが、これからいかがなさいますか？ん？お前の声なんだか変だな。そうですか？まあ言う。ちょっと風邪ひいて薬飲んだら、高い声になっちゃったんです。ピジメのことか。あの女から聞きたいことはもうない。あのまま部屋に閉じ込めておくのだ。閉じ込められてないんですけどね。しかし決して乱暴に扱ってはならんぞ。これは他の者にも言っておけ。一体何のためにピジメを捕らえておくのでしょうか？そんなことはお前が知ることではない。お前らはスターソンを集めることだけを考えていればいいのだ。部下に情報が回らないってよくないよな。我々メガバッテンが世界を征服するためには、伝説の宝が必要なのだからな。世界を征服？伝説の宝？お前今更何を言っておる。確かにな。それに関しては前提条件だから覚えておきよって感じやな。軍団の理念を理解していない。お前面接の時にちゃんと言われなかったかみたいな感じはありそうですよね。ん？お前やはり怪しいぞ。おかしいぞ。なんでもありません。ちょっとど忘れしていて、声も高くなっているだけなんです。失礼いたします。ピゲン。お、挨拶覚えてる。偉いな。ピチ姫の成り切り能力高いね。てか、メガバッテンに気づかなさすぎだな。てか、気づいてはいるんだけど。お前、さては、うちの軍団員ではないな。正体を表せー！ディーリン、みたいな、あのマリオストーリーにあれはなかったんだね。それにしても世界征服だなんて。でもそれとスターソンを集めることに何か関係があるのかしら。確かにな、事情知らないと、全くわけわかんないよな。どう繋がるんだいみたいな感じ。ここに干したままでいいんだろうか。やっぱりこのドレスが一番だわ。さあ早く戻らなくっちゃ。てか、ピチ姫って常にこのドレスだよな。これ以外の私服はないってことだよな。ドレスが私服ってなかなか辛いよな。辛いというか大変じゃない？重たそうだしな。もっとラフな格好したいわって時ないのかな。あなたたちの目的って世界征服だったのね。そんなに協力できないわ。もちろんです。私はそのために作られたのですから。
世界征服だなんてそんな。ビジ姫、一つ聞かせてください。ビジ姫は今は、今の世界が好きですか？この世界にはたくさんの問題があります。そんな世界が好きですか？もちろんよ、気に入りなところもあるけれど、それでも好きに決まってるじゃない。まあ確かに嫌いだったら、私の方から世界征服してやるわっていうぐらいだろうからな、どっちかというと。世界征服にスターソンが何か関係しているの？お答えできません。それに答えることは、バズガルフ様に禁止されています。そんな。いいわ。世界征服のことだけでもマリオに伝えなくっちゃ。通信機を使わせてちょうだい。ん？わかりました。通信機を使ってください。ちょっと葛藤したな。これ、メガバッテンの機密情報だけでマリオに伝えちゃっていいかな。まあ、いっか、みたいな感じだね。送って、検出すんなよ。この黒塗りとかするなよ。メッセージを送信しました。では、ビジメ、今日はもうお部屋に戻ってください。まったくもう、勝手なんだから。うん。ちょっと距離が縮まったような感じがしたんだけど、世界征服を目論む悪の軍団の一コンピューターだということを再認識して、なんか複雑な気持ちって感じでしょうね。そしてクッパパート、セーブ中。あ、そうか。一個遅れなんだな。でもウーロンガにも来てたよな。なんで一旦こっち来るんだろうな。でかい。みんな隠れろ。危険信号を出している。まさかウーロンガにマリオの奴がいるとは。この順番なんだったっけか。何かおっしゃいましたかの？いや、なんでもない。それよりなんだ、あのちびっこい奴らは。プニトクでございますじゃ。この中にスターソンについて知ってる奴がいるはずですじゃ。隠れているプニたちを見つけて、スターソンの何かを切り出すのですじゃ。おい。でけえな、いやかなり我だぜ。でかいイコール我なのか。ちゃ、ここはいいお兄ちゃん。大丈夫だよ、お兄ちゃんがついてるぞ。お兄ちゃんもいるんだね。ちなみにファイヤーできるね。うらぁ。ひぃ。うらぁ。燃えろ。なんとかこっちにもいんのか。見つかった。行っちゃったよ。あいつから話聞けないのか。ひゃぁ。そうだ、ちゃんと反応してくれるんだな。燃えろ。お前か？ん？ちっちゃいね。バックバーン！出たー。わばだ。ほんでしょ、あれじゃな、スターソーンが目当てなんじゃな。うむ、これはお前、スターソーンについて何か知っておるのじゃな。けしからーん。このでっかくなる技術は一体どうやってるんだろうな。お前とは何じゃお前とは。私はプニ族のおばばじゃ。ひょえ、脅かせでないわ、この年寄り目。お互い様だろうが。ああ。おばばとおばばだぞ。でも口には出さないんだな。その辺はなんというか、配慮があるね。どっちも年寄りだ。なんですじゃ、クッパ様。何やら言いたいことでもありそうですじゃな。なんでもないぞ。一応部下のはずなんだけどな、カメクババは。この辺気を使えるところがクッパ様のいいとこだな。おい、長老ババよ。さあ、そんとやらはどこだ。返事次第では年寄りといえど容赦せんぞ。うん、ババはいらんぜ。それに、さあ、そんならもうここにはないぞ。なに？マリコとかいうヒゲの男に渡してしまったからの。スターソンを集めてお姫様、ピンチ姫だっちゃったかの、その娘を助けるそうじゃ。そりゃマリコじゃなくてマリオじゃろ。そんでもってピンチ姫じゃなくビジ姫じゃ。あんま間違ってないけどな。いつもピンチだし。とにかくマリオが探しているスターソンはビジ姫に関係しているようですな。じゃあこのままではスターソンもビジ姫もマリオを独り占めにしてしまいますじゃ。それはピンチ姫側の、あれがあるんだからもう良くないか。マリオに独り占めされたいと思ってるだろ、ビジ姫も。おのれマリオめ、ビジ姫もスターソンも我が輩のものだ。見つけたら今度こそ必ず決着をつけてくれるわ。マリオも大変だね。ということで、無事、帰ってまいりました。ウーロンがいろいろあったけど楽しかったね。やはり行ってしまうのですか。次の冒険が俺を待っているからね。そこまで言うのであれば仕方がありません。まさかスターソーンを全て集められることを願っていますよ。ふん、今度ですよ。俺はもう二度と卑怯な手を使わないと決めたぜ。かっこいいじゃねえの。もっと力をつけて本物のチャンピオンになるのさ。もう二度とお前なんかには負けないからな。お前も負けるんじゃないぞ。すごい、ロロの網を感じたな、今。ゴンザレス、いろいろありがとうよ。てか、マイケル普通に復活してるし。お前は俺が今まで出会った奴らの中でも一番いい奴だったで。俺はここに残ることにしてよ。もう少し自分を信じてみようと思ったんだ。すべてはお前のおかげだよ。ガンスがいなくなった今、闘技場は今後私が管理することになりました。まあ、いろんな人たちも、
ここでね、飯食ってるわけですからね。いきなり崩壊すると困る人もいるからね。いつ戻ってきてもいいように、あなたの場所を空けておきます。永久欠番的な。良ければまた来てください。あなたが戦う姿を見たいと思っているファンは大勢いるのですから。ではごきげんよう。今の言葉は刺さるな。ペーパーマリオ RPG を待ち望んでいた人たちは、世界にいっぱいいたんだぞっていうのはちょっとなんか遠回しに感じるな。てか星の鍵はこんなところにあったんだな。今見つかったよ。これで3つのスターソーンを手に入れることができたわね。早くゴロツキタウンに戻りましょう。といったところで、ピーチパートとクッパパートが結構長いということを忘れていましたが、ここまでやったところで一旦グリりましょう。次回はゴロツキタウンでまた千年の扉の前でね、次のスターソーン動向って聞きに行くところからですね。はい、それでは今回はここまでです。ありがとうございました。